東京にいる時は朝から晩までずっと一人で作業をして、窓を開けてもコンクリートの壁があったり、まあ、空がちっちゃかったり、自分の中では心の行き場がなかった。こっちに戻ってきて、岩のルートの開拓っていうのに関わるようになって、あ、このライン面白そうだなっていうふうにクリエイティブな部分がすごく多いと思うんですよね。そんなのに関わり出したのも絵を描く行為とクライミングっていう行為の接点になってきたんじゃないかなっていうふうに思って、生活の基盤とか創作の基盤とか、ようやくここで基盤ができてきたかなっていう気もするんですよね。この近くの絵も描きつつ、もうちょっといろんなところに出かけていきたいなと思って。